ために氷テラバースト。マジかよ。あまり知られていない。なぜなら誰も使っていないから。よっしゃー。ナイス。すげえ。すげえよこれ。ブロロロアーム統一。よいしょー。どうもシンプルで風の夜です。トムです。さあ、ブロロローム統一というですね、画期的な統一パ用意してまいりました。ブロロローム統一って何？あのね、ブロロローブっていうポケモンはあの、うん、ロが3つあります。あー、あるね。で、まあこれ見てくれたらわかると思うんですけど、うん、オノノクス、うん、ノが2つあります。おー、はいはい。リキキリン、キが2つあります。はいはい。モトトカゲ、トが2つあります。おー、ノココッチ、コが2つあります。おいしょ。リククラゲ、コが2つあります。おー、やった。こういうことです。どういうこと？ブロロローム統一。どういうこと？同じ文字をいっぱい使ってる。いや、これはね、誰もせんと思うし、うん、なんか生まれ変わっても俺たち多分せんと思う。今世でたまたま出会えた企画やな、これ。いや、そうなんですよ。で、しかもこの6体ね、うん、あんま一戦級とは言えんようなそういうポケモンたちなんですけど、見たことないね。ただ非常にギミックまみれの面白いパーティーになってるんで、おお、そこをちょっと皆さんにお見せしたいなと思います。よっしゃ、やっていきますか。ニックネームも要チェックだぜ。よろしくお願いします。マルンさん。マロンじゃないんやね。マルンやね、珍しい。球体が好きな人なのかな。マル？マルからのマルン。先発ブロロロームでいいんじゃないでしょうか。ほう、今回の主役ね。うん、ブロロロームでいいかな。まあ、リキキリンかノココッチをエースとしているんですけど、うちのパーティー。あ、この2枚看板だよね。2枚看板なんですけど、ノココッチでいいかな。いや、エース不安やな。いやいやいや、ノココッチやばいけんな、お前。一時期の日ハムぐらい不安やな。本当にエースか、こいつは。いや、でもあの、松本剛もね、前評判そこまでいい選手じゃなかったけどね。確かに、すっかり首位打者取った。そうなんよ。そっか。シーズン1もね、ノココッチあんまり評価高くなかったかもしれんけど、はいはい。やるポケモンってことをね、証明したいと思います。マジかよ。はい。リククラゲ、ノココッチかな。おい、リククラゲはリククラゲだね。ノココッチはノココッチ何回。ちょっと待って、なんかニックネームのせいで、マジ訳わからなくなっとわ。何個ってなるわ。それが今回の趣旨ではあるんやけどね。まあね。うん。そうなんですよ。ブロロローム統一ということで、ニックネームもね、みんな統一してきましたよ。やばい、訳わからんくなる。僕たちも視聴者の人たちも。終わった頃にはもう訳わからんくなった可能性あるね。おっと、ガム来た。ガムから来た。ブロロローム。うんうんうん。いっちゃっていいの？地震打てんし、ドラゴン技しかないよ。そうなんよ、ここ。地震しか打てんのよ。氷テラスタルなん、こいつ。初手氷テラスタル、もうガブリアス先発をかかるためにね。お前、マジで？しかも、だいたい最速のガブリアスいないからね、今。おおおお。うん、上から行くんじゃない？オッケー、上から！マジで？マジで？スマイザー2人ってことは消え助けではない。ほう！え？一撃！いや、やば！お前のために氷テラバースト。マジかよ。ガブリアス行ってよ。誰が使うねん、氷テラスタルと思っとったけど。マジかよ。ドラパちゃんね。はいはいはい。ドラパちゃんね。メガネダイモンじゃったら飛んじゃいます。ああ、なるほど。ハチマキ、ドラゴンアロー。怖いな。おー。飛んじゃいますね。勾配いいやもんね。うん。おっと、テラスタル切ってきた？テラスタル切ってきた。ちょっと待って、ドラゴンテラスタルやったらこれやばい。ほう。やめて。あ、オッケー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 。ゴーストか。うんうん、どっちだ、メガネか？ハチマキか？うん。これテラバースやったらマジわからん。リフレクター？ここから壁展開。あー、なるほどね。ほう。そう来るのですか。効かねー。効かんねー。効かねー。おお。まあ、でもあんま怖くないか。そうね。うん。ドクビッシュマンです。いいね。うん。ドクビッシュか。おっ、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 おっ
勝ち負けドラゴンアローで負け筋の未来見えたけど、危ない危ない、やっぱそこまで個体数多くないかもね、勝ち負けドラゴンアロー、うん、フェアリー俺ってちょっとしんどいっていうところもあるもんな、うんうんうん、うん、さらに力でした、鬼ビー鬼ビー、うん、ハムしてく、オッケー、いいぞ、鬼ビたたり目かな、なるほど、やったらちょっとだるいのは、そうね、リククラゲ出してほう、うん、相手も引っ込めた、噛み合っちゃった、クエスパトラ来た、クエスパトラか、ただ毒が生きる、毒が生きる、いい、ね、うん、毒生きります生きります生きます毒生きる、何の席で、何で意味わからないの、ここ光の壁、ほう、うん、ここ光の壁、うちもね壁展開なんですわ、うんうんうん、いいんですか身代わりしてて、身代わり独自にするぜお前独自にって言うんや、独自にのこと独特なボキャブラリーやな今日独自独自に言わないですか、聞いたことないや独自に、あ、本当ですか、ストレートに言うかな、独自に、あ、本当ですか、うん、ここはまあ第一でいいですかね、お、瞑想、え、眠るとかあります、嘘、そんなわけないよね、瞑想、ルミナコリジョン、身代わり、眠る眠るでよな、ここちょっと悠長すぎん、ちょっと瞑想は、そうよね、瞑想、うん、リククラゲの特防をご存知でない、特殊耐久をご存知でないと同時に、うん、え、同時に独自にするよ独自にって何独自にを恐れてないな、え、独自に恐れてないの何これ、怖いね、バトンタッチ、あー、いやいやいや、でも壁張るタイプのね、確かに確かに、うん、オラパルト技枠2つしかないよ、そう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 、鬼火リフレクター光の壁やけんね、うんうんうん、そうや、鬼火リフレクター光の壁、まあ鬼火やったらたたり目かなと思うんで、うん、まあもし仮にバトンタッチされたとしてもノココッチで、そうやね、対応できるから、ゴーストテラスやったしな、うん、その可能性の多くは、大丈夫大丈夫、え、かわいそうだった、え、あと2ターンの命じゃね、迫ってくるぜ毒が、おい、 おい、すごいダメージだ、アシストパワー、これは大丈夫、光の壁あるんで、うわ、ひょっ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 、眠るもなさそうやね、眠るない、さすがにクエスパトラ眠る入れるやつ見たことない、そうね、うん、オッケー、じゃあじゃあ終わりもやっちゃった、うん、リククラゲ取っといた方がいいかな、ブロロロームがマジいらん、そうね、ブロロロームいらんな、もう十分仕事した、うんうんうん、ということでブロルローム切ります、オーケー、いやマジで暴れん坊やったな、暴れたね、大改造してったな本当よ、違法やろこんなのさすがに初手氷テラバースはもう違法すぎる、やっぱ4倍弱点あるポケモンしんどいよな、そうね、うん、そういう風に不意に来られるともう無理やもんな、本当やな、ブロルロームの氷テラスタル次から意識しよう絶対ないもん絶対ない、こんなの、うん、事故すぎる曲がり角からダンプ来たような事故やったねさすがに、さすがにやわ、アパレグルマすぎたな、ねえ、ブロロロームでさえ読めんのに、うん、さすがに氷テラバースは無理無理、オッケーオッケーオッケー、これが一方的になんか対策できる強さやね、そうやね、うんうんうん、こっちの方が強い説あるもんな、確かに有利かもねこの環境、テラバース、うん、テラスタル関係、わけわからんポケモンでテラバースト、うんうん、読まれんってことが大事かも、うんうんうん、テラバースト読むとかないもんな、うん、あ、呪いも自滅や、呪い、うん、マジかよ、攻撃技なかったね、なかったね、うん、いや完璧ナイス、ちょ強いなブロロローム統一、ちょブロロローム、エースブロロロームが躍動したわ本当や、主役や、ナイス、さすがでした、ありがとうございました、ありがとうございました。
お、めっちゃランク高い。ちょ、めっちゃランク高いな。様神様、よろしくお願いします。よろしくお願いします。かなりレート差マッチングですね。うん、構築もマジで今まで当たってきたシーズン2の中で一番強い構築かも。ガチっぽいね、これ。めっちゃ強そう。ガブリアスは多分、ステルスロック巻いてくるタイプ。ステルスロック巻いてくるタイプでしょう。ほう。ブロロローム先発かな、さすがにこれは。うんうん。ブロロロームの通りがめちゃくちゃいい。で、陸クラゲでいって、ここまではかなりいい。相性、悪くはねえぞ、これ。ほうほうほう。あ、悪くないな。で、ラスト一体、ノココッチにするか、リキキリンにするかやな。エース枠ね。うん。いや、これ、ノココッチ。ノココッチじゃないんこれ。いや、ノココッチで行こうとすると、うん、このヨザルの挑発とか絡められるとやられるよね。あー、なるほど。やけん、リキキリンの方が、ぶっちゃけ、リキキリンの通りはめちゃくちゃいい。ほう、一番上のサーフ号を除いてね。なるほどなるほど。サーフ号はうまく詰めばいける。よー、この子、この3体でいきたいと思います。しゃ、まだリキキリン見てないけんね。そうね、試運転ではもうリキキリンが圧倒的エースやった。ほうほう、圧倒的エースやったんやけど、地区大会では地区大会ではなんかマスターボール級本戦甲子園に来るとね、なんか全然やったな、うん、そうね。セグレイブ来たよ、これ。セグレイブから来た。よいしょ、ブロローム。圧倒的出し勝ち。ほう。どうしますかっていうところ。打点ないね。うん。もうここはもうね、毒ビシ安定が。来た、毒ビシ。うん。こいつはどんどん毒ビシ巻くけんな。で、この風船相手に、しんどいぞ、このセグレイブ。うん、回してくるよ。え？居座ってきた。居座るとかあると？リュウマイ？え、ちょっと待って、見てない、見てない、見てない、ラッキーラッキーラッキー。見てない人もいますと。レート格上でもちょっと疲れとるぞ、これ。もう一回ドクビシいきます。よいしょ。うん、ラッキー。確か朝早いからな、まだ10時40分とかだから。早いか、午前やから。まあまあまあ、まだ回ってないのかもしれない。もうそこまで早くはないと思うけどな。サザンドラ、オッケーオッケーオッケー、サザンドラオッケー、サザンドラオッケーオッケー。十分十分十分。うん、いいね、無傷で毒ビシ2回負けた。うん、めっちゃでかい。いや、これはもう全然居座っていい。ほう、やられていい、やられていい。ほうほう、大文字かな、悪の波動かな、悪かな、悪の波動、悪の波動。やられたらメガネやけど、これはスカーフかな。ほう、ひるみ、ひるみ、オッケー、問題ない。まあまあまあ、一旦ね。うん、そう、大丈夫大丈夫大丈夫。お疲れさん。オーケーオッケー。2回毒飯負けとんの本当にでかいから。満を持してリッククラゲ。リッククラゲ来た。ここはリフレクターから入ります。ほう。キノコの胞子も嫌やろうし、うん。はいはいはい。これ全然耐えれるんで。本当やな。うん。これキノコの胞子して光の壁の方がいいかもな。キノコの胞子ちゃう。そうですね。うん。よし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 、いいぞ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 。眠らせて、眠らせました、光の壁、安全に。うんうんうん、大地をギガドレインに変えたのが、うん、ちょぴっといいね。ギガドレイン、ちょぴっといい、ちょぴっとね。ちょっとヘイラッシャー入りがね、あまりにも勝てんから、うん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 、ギガドレインにしたんですけどね。壁も張れました。よし、いいよ、よし、ギガドレイン目覚ました。うん、まあ問題ない。ひるみ、めちゃめちゃひるませてくる。めっちゃひるむね。うん、多分、でも多分やけど、うん、こいつはこだわっとる。ほうほう。さあ、満を持していくのは、うん、リキキリン。リキキリン来た。やれんのか真のエース。ここはもうテラスタル切っていきます。おう、高速移動、そう、高速移動、うん、まず積むのは高速移動だよね。なるほど、これでひるみの可能性を消す。あ、素晴らしいね。そして次のターン割るだけ目積むというね。なるほど、ことができるんで、絶対動け、絶対動けよ、ここ動け、絶対動いてほしいところ、ここ、頼む、動け動け、もうお前、もうひるみすぎやろ、ここ
おかしい、おかしい、ちょっと待って、めっちゃ連打してくる。もうお前何しようとバカバカバカ、待って、バカすぎるこいつ、何しよう、おいお前やばいって、これで突破されたらえげつない、やりすぎって、マジで危ねえ、マジで何しようとお前、おかしすぎる、おかしすぎる、ちょっと待って、スカーフの可能性あるお前スカーフやったら抜けてないな、もう一応あれだけ、スカーフ、あ、オッケーオッケーオッケー、上取って、上取って、ならいいならいいならいい、びっくりするって、マジで危ないことすんな、リフレクター切れた、でも光だけではもう一旦ある、もう一回ワルダックミ積みたい、正直、もう全抜きのためにはな、うん、言うなこれ、ここしかない、よし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 、ここ流星群切り替えられたらもうアダフダーってなるけど、オッケーオッケーオッケー、よーし、こんだけ残りゃいい、オッケー、光の壁なくなった、いや大逆転劇あるのか、こっから行くぜ、リケキレン、まずはテラバースト、よっしゃ、サザンドラ突破、まずサザンドラぶっ倒す、オッケーオッケー、ナイスナイス、4段階ほら何回止まるなよ、リキキリン、セグレイブ来た、セグレイブ来た、ほい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 、セグレイブ、これはどっちがいいかな、地面テラスタルか鋼テラスタルと思うよ、そうやね、メゲン、ここテラパスすぶっては効きません、よいしょ、テイルアーマー、テイルアーマー、リキキリンの特性テイルアーマー、これ夢じゃないのに、そうなんよ、効かないという優秀な特性だよね、あまり知られていない、いやいいね、なぜなら誰も使っていないからここで採用率の低さがね、高速移動積みアタッカーの先制技期間っていうのはマジで強いです、これ完成したらやべえな、ドドゲザン来たよこれ、ドドゲザン、お前はアクテラスタルが確率的にはめちゃめちゃ高い、うん、テラバーストで終わりだ、来た、テラバースト、うまい、助けなわけないだろお前が、そんなのいない、よっしゃ、ナイスすげえすげえよこれ、奇跡のキリン、ナイスキリン、これがブロローム統一や、うわぁ、色が少ない、なんで、そしてリケキキキリンあ、なんでこっち多い、大活躍や、100ということで、おぉ、ブロロローム統一でございました、おぉ、わけわからなくなっとる、いや、ただまだまだギミックがあるんですよね、見せたいポケモンたち、ほういっぱいいるんで、マジパート2いきたいと思います、よっしゃ、いきましょう、次回もご視聴よろしくお願いします、よろしくお願いします、ありがとうございました、ありがとうございました。